おはようございますえ。今日の話は「少しだけ無理をして生きる」という鶴山三郎さんの本の中から「天端の人」という話です。広田光樹は自ら,らはからわず往信条にしたくらいですから <coughs> 地位や名誉を求めて悪クシしないし利己的なところがなく金銭に綺れだし癒しさがないタンパク度が高いというか言葉が変ですけれど高タンパクの人でしたついには自分の命を捨てることにさえ天端としていられるくらい極めてタンパクでいられる人。 そこが彼の魅力を形作った最大の要素かもしれません日本人にはこの高蛋白でいられる人というのは魅力があるんです中山卒平さんも人を選ぶときにはなりたくない人を選ぶんだと言っていましたなりたいなりたいという人はリーダーの器ではないのかもしれないまた周りから見てリーダーとしての魅力に欠けるものか,のかもしれません中曽根さん流に言えばギラギラしない人がいいのでしょう いつだったかソニーの森田明夫さんと代償して雑談しているときに私が当時の鈴木善後総理のどこに魅力があるのかよくわからないと言ったら森田さんもいや私もそう思っていたんだところがある日森田さんのところへ鈴木総理から電話がかかってきて日米首脳会談で私は初めてアメリカへ行くんだけれどアメリカのことはよくわからんのですあなたはアメリカに詳しいから私があちらに行って注意すべきことを教えてくださいと聞いてきた。 森田さんは簡潔にアメリカでは大統領なり周りの偉い人なり質問されたらとにかくまずイエスかノーかをはっきり言えばいいんですその後に理由を短く言うそれからあとはあなたのいつもの調子でムニャムニャ言ってもいいでしょうとアドバイスをしたそのおかげでしょうか鈴木さんはとにかく首脳会談を乗り切って結婚しました森田さんは総理からの電話を黙っているつもりでしたが鈴木さんは 経団連の大会で自ら私がアメリカでうまくやれたのは行く前に森田さんから実に的確なアドバイスをもらったおかげだと明らかにしたのですその後さらにですね森田さんが別件で鈴木さんに電話をしたら夫人が出て主人がアメリカへ行く前には本当にいいことを教えていただいてありがとうございました主人がうまくやってこられたのは森田さんのおかげだと喜んで帰ってきましたとお礼を言われた えー、みんなからにばにされてる、まあ馬鹿にしてはいないでしょうけれど、あの人は漁業の学校を出た人であまり本を読まない、家には漁業,漁業関係の本しかないなんて悪口まで書かれるような人ですから、アメリカでうまくやって帰ってきたら、普通なら、見ろ、俺も馬鹿にしたもんじゃないだろう、立派な総理だろうと言い張りたいところでしょう。えー、また、公の場でも家でも、うまくやりたのは森田さんのおかげだと堂々と明かす、森田さんはああいう人ならまた力を貸してあげたい。 と思ったと言っていたじゃあ今日これで終わります